はい、じゃあ今日はですねスロットを作っていきます。時間がないんで頑張って作っていきましょう。じゃあというわけでねスロット作っていこうと思います。久しぶりの更新でいきなりなんですけども、やっぱりカジノゲームっていうならスロットがなくちゃいけないなと思いました。先に設計をもうまとめておいたので、まずはそちらから確認していきましょう。キータさんに記事を上げておいたんで、一応リンクも貼っておこうと思います。 2D スロットの作り方っていうタイトルで投稿したんですけども、まずは必要な部品に名前を付けていきましょう。スロットで出てくるいろんな図柄のことはシンボルって呼びます。シンボルのままだと形がバラバラで使いにくいんで、正方形の箱に入れて使いましょう。これをスクエアとしました。まあ、そのまま四角を英語で言っただけなんですけども、それらを縦に並べて長い帯を作ります。これはリストと呼んでいます。スロットマシンに実際に見える部分はリストのうち一部分だけですね。ここをリールビューとしました。リールビューを横に3つ並べるとウィンドウが完成するという感じで、名前の設計をしてみました。手順は、こんな作戦でいこうと思います。まずシンボルとスクエアを並べてリストを作るところからですね。スロットが回転してる時に違和感なく上と下がつながっていくように、上と下にそれぞれ2つずつぐらいシンボルを付け足して無限ループしているように見せかけておくところがポイントですね。そしたら次の手順に進みます。いろいろ計算が書いてあるんですけども、とりあえずやりたいことは、リストを無限スクロールさせることで、あたかもスロットが回り続けているように見せることです。スクロールのための部品っていうのは大体どのフレームワークにも用意されてるはずなんで、もちろん今使ってる Swift UI とか、フラッターとか何にでも用意されてると思うので、多分心配ないかなと思ってるんですけども、まだそこはやってない、見ないとわかんないでね、どうなることやら。手順の3番、4番っていうのはコードを書くための設計ですね。まあ、関数とか、メソッドの名前を考えたっていう感じだけなんで、一旦ここは飛ばしましょう。で最後にですね、リールを横に並べて、影をいい感じにつけてやればですね、奥行きが出て、まあ、スロットが完成っていう感じの流れで多分いけるんじゃないかなと思ってるんですけども、これは画像で作っただけなんでまだ実際には動かしていません。多分こんな感じの流れでいけると思うんで実際に作っていきましょう。それではですね、黙々と作業を進めていこうと思います。作業を流してる間暇になると思うんで雑談をしていきます。せっかくなんでね、スロットに関係する話をしましょう。皆さんこれが何かわかりますか？昔ながらのスロットを見てると、なぜか毎回登場しているこいつ、実は記号とかじゃなくて実際に存在するあるものなんですね。写真もあります。それがこちら。さあこれは一体何でしょうか？正解は蹄鉄といって、馬の足につける金属のことです。自分も全然詳しくはないんですけども、お馬さんの足が傷つかないようにするための人間にとっての靴みたいな感じなんですかね。今までなんとなく見ていてあんまり気にしてなかったんですけども、もしかしてこれって常識だったりするんですかね。こんなの知識がないと絶対パッと見てわかんないですよね。それでお馬さんの靴だっていうことは分かったんですけど、なんでそれがスロットの柄になってるのっていう、次はここが気になってきますね。実は英語ではこれはホースシューと呼ばれていて、幸運のシンボルとして有名なんですけども、その理由にはいくつかあってですね、例えば昔は馬に乗って戦争をしていましたよね。その時に馬の足を傷から守ってくれるというお守り的なイメージとして兵士たちがこれを持っていったっていう話とか、馬がたくさん使われるっていうことはですね、このホースシューが当然たくさん売れるので、これを売ってる人にお金持ちのイメージがついてですね、まあ、そのイメージがカジノで使われるようになったとか、あとは結婚祝いの時とかに馬に乗ってお嫁に行く人にちょっとしたプレゼントとしてこれが贈られていたことから、まあ、いつの間にか幸せな結婚生活を連想するものとしてこれが使われるようになったとか、あともう一個あってですね、馬の足に装着するときに釘を7本使って固定するっていうところから、ラッキーセブンとセットで使われるようになったとか、まあ、いろいろそういうことがあって、現在このホースシューがカジノの中のアイコンとして結構使われているらしいです。ちょっと勉強になりましたよね。はい、じゃあそんなこんなで豆知識を話している間にスロットが完成いたしました。じゃあ新しい画面追加したので、マイナーバージョンも一つ上げまして、バージョンは 0.4.0 としましょう。もうだんだん適当になってきたけどねはい、せっかくなんでね、ちょっと遊んでみましょうか。いい感じですね。とりあえず、まあ、バージョン 1.0 のリリースまではこんな感じでいいでしょうか。後々でデザインとかをね、もっともっとかっこよくしてさ、どんどんアプリをね、進化させていきたいって、まあ、いつも言ってる気がするんですけども、これ揃ったところも見てみたいですけど、まあ、それはね、遊んでる時のお楽しみっていうことで、もうあんまりテストとかしてないけど、大丈夫かな？
まあいいや。さらにはですね、今回は別のスロットマシンを用意してみたんですよ。じゃーん、これがプログラミング言語のアイコンスロットですね。もう完全に趣味で作っちゃったんですけども、一応開発者向けっていうことで、プログラマーの方とか自分の好きな言語のアイコンを揃えて遊んでみていただきたいなと思ってます。言い忘れたんですけども、このスロットでシンボル揃えるとコインが出てくるんじゃなくて、このシンボルを自分のものとしてバッジみたいにしてですね、集めていけるようにコレクションできるようにします。なので、差し上げのガチャみたいなもんですかね。はい、次回はそこら辺も作っていこうと思います。ちょっと急ぎ気味で作っていますんで、どうぞ長い目で見てやってください。というわけで、今回も最後までご視聴ありがとうございました。またね。